ルイアドルフ・ベルティオンルイアドルフ・ベルティオンはフランスの社会人類学の分野の統計学者、医師、キノコ研究家である。パリに生まれた。1860年までパリ近郊のモンモランシーで開業医を務めた。医師としては予防接種の普及に努めた。ギフノアシル・ギー・アールは人工統計学者である。1859年にパリ人類学会の設立者の一人となった。 人口増加と公共衛生に関する論文の執筆など人口問題を研究した。1870年に不仏戦争でパリが包囲されるとパリ極の区長を務めた。キノコ愛好家としても知られいくつかのキノコの新種を記載した。キノコの種ラクテリアスバートロニアに懸命されている。息子のジャック・ベルティオン。ありがとうございます。